自転車の交通事故を1件でも減らそうと、警察は今朝、高校生などと連携し、運転時のマナーアップを呼びかけました。おはようございます。静岡市葵区の県立静岡西高校は今年度、自転車マナーアップチャレンジモデル校に指定されています。今日は警察官らが代表の生徒とともに自転車通学をする生徒に安全運転を呼びかけました。警察がまとめた過去10年間のデータによりますと、高校生が関係した自転車事故のうち、登校中の事故がおよそ半数となっています。また原因としては一時不停止や左右の未確認で全体の6割を占めます。葵区の代表として、見本とモデルとなるような程度になるように呼びかけをしていきたいと思います。ぜひマナーアップモデル校を中心にですね、自転車の事故防止を広めていきたいと思います。こちらの高校ではおよそ 95% の生徒が自転車通学をしていて、警察では一人一人が安全運転を心がけてほしいとしています。